胸が痛い苦しいとかっていう人がねに相談を受けた時には、一つのポイントは握り拳より大きいかどうか、握り拳を超えておかしい場合には心筋梗塞の可能性があり、握り拳以下である場合には心筋梗塞の可能性は低いですよってこと。じゃあね、もうね、決定的な質問があります。例えば僕の患者さんに来るときに、胸をが痛いんですけど今日来ましたって言ったときに、私は何て聞くでしょう。どこが痛いんですかって聞くんです。そうすると患者さんが、こうやっててここが痛いんですって指させる人、狭いよね。ほぼ心筋梗塞でございますのお父さんです。僕は小学校2年3年生ぐらいかな、僕の友達がいたんです。そのお父さんが明け方に胸がおかしく、胸がおかしくて左手までこうなんか重苦しいって、すごい寝たことお父さんだったんです。そのお父さんが重苦しい重苦しい、胸がおかしいおかしいって言って、近くの開業医の先生に電話したんです。で、ちょっと胸がおかしいんだけど救急車呼んだ方がいいから。そしたらこの開業医の先生はですね、ああそんなのもうほっときゃいいんじゃないの、朝方だったから、で朝夜にならなくていい、もうちょっとしての5時くらいだったのかな、9時とかになると診療が開くから、その時においでって言ってガチャンと切ったらしいです。そしてその僕の友達のお父さんは、それでもおかしいからって言って、まあ、その後救急車を呼んだけれども、手を振れて死んじゃいました。これって握り拳代を超える症状かどうかだけもし分かっていたら助かったかもしれないです。だから握り拳代より大きいかどうかっていうのもみんなに関係がある話なんで、私たち学生だから関係ない、まだ本番に出てないから関係ない、そうじゃない、ね、もしかして本当に心臓の症状の人が心筋梗塞の症状がたまたま目の前にいたとした場合には、握り拳代より大きいっていうことだけを覚えておいてくれたら、病院に行ってみたらいいんじゃないんですかっていうことが言えるでしょう。はっきり言って思ったんです。僕もそう思いました。やっぱり世の中の賢い人がまとめてくれてるんです。これが、それがこちらです。で、これは英語の画面向かって右側で、心筋梗塞の症状はどんな感じで来るかって言ったら、ここ見てください。これ、真ん中に押されるような感じ、ネクタイみたいな来る感じ、見て、これ胸の真ん中と左肩、人によってはね、心下部に来るよとか、見て、こんなすごい右手にまで来てる人もいる、ね、首だけっていう人もいる、ね、で、この左肩、後ろの方がおかしくなるよ、ね、これちょっとね、僕はあんまり出会ったことない。でも基本的なものは何かっていうと、心臓で胸の簡単だったら上半身に広い範囲がおかしくて、左手、左肩、首、顎、ここまでに放散します。